では、アップデート見ていきましょう。アスカ、チャレンジ中なんですけど、全然勝てなくて、ちょっと今回のアップデート強くなったらしいんですよね。それにも頼りたいということで、ちょっと一つずつ丁寧に見ていこうかなと思いました。まあ、全体的にはあんまり評判のいいアップデートじゃないですね。そのファーカムラム、リロイ、リリアっていう強キャラを、まあ、軒並み弱くして、で、アスカなんかは下の方に、まあ、ランクされてたんで、ちょっと強くなってますね。まあ、唯一の弱点みたいなものも、こう埋めるような形になってました。まあ、リリーもそうなんですよね。置き技がついたりして。で、なんかこう、なんですかね、個性を消すようなアップデートが多かったんで、みんな同じで、みんな良くないみたいなね、そのあんまりキャラを選ぶ意味がなくなっちゃうから、なんか、僕もあんま好きなアップデートじゃないんですけど、まあ、強くなったものはとりあえずね、受け入れて、出していこうかなっていう感じで見ていきます。じゃあ、アスカはまず、これですね、ワンローが攪拌になった、これ、このつながる攪拌がなかったんですけど、ワンローっていうのがこう、攪拌として使える、まあ、18だから相当ダメージ低いですね、一般的なワンツーぐらいですかね、一般的なワンツーでも、なんか強いやつはもうちょっとダメージあるから、ちょっと弱い方かな、これは。やっぱ弱いです。攪拌が弱いのに変わりはないんだけれども、ジャブ一発8ダメージよりはなんとか良くなったっていうことですね。で、もう当てても、5分、有利なし。なんですけど、間合い的に、これが、この、引き入道が、こう、なんとか決まる間合いなんで、これ結構僕、さっき対戦では使ってました。まあ、黙ってる人はね、引き入道が。ただ実際には、これ5分って相手知ってるのか、アスカにこれ食らったらみんなジャブ暴れするんですよ。だからむしろこれが、これ食らわしといて、この潜りのこいつが結構当たりました。これ結構、使うと。で、これで相手が黙り始めた時に引き入道しますかね。でジャブじゃない暴れをしてくる人もいるんで、まあ、そういう時は水鏡とかなんでしょうけど、まあ、この辺になるとさすがに対戦の流れを読まないと事前に用意することはできないですね。まあ、ワンロー攪拌ができたんで、ないよりはマシの攪拌ができましたということですね。ジェフレ攪拌でした。それから、これは何だ、白露遊具、これのラストの一発目のダメージが、まあ、23から26になりましたと。ラスト一発これね、26になっているということですね。これ使うか、これを。これガードされたら結構ダメージは重くなかったですけ。あ、なんかしゃがみがこれなんかあんまりいい技の印象がないんだけど、あ、ない、かかんない。あ、これ使っていきましょう。あ、これかかんないんだ。おお、いいじゃないか。なんか出しとけ技になっか、もともとなかったですっけ、出しとけ技になってダメージもでかいと。これあれか、こっちのダメージを大きくすることによってこいつにも出番、存在価値を持たせたってことか。この下段の方が、もう重い、しゃがんでる方が期待値が高いから大体しゃがんでましたもんね。それを2択を2択らしくしたという挑戦なんですね。で、次のこの、これが面白いです。この挑戦。でーん。はい。でーん。で、こう。まあ、どんなコンボがあるんですかね。これちょっとコンボ職人に調べてほしい。僕もシュラーチャレンジだから。これぐらいで十分です。まあこんな多分60、70超えるのがあるでしょうね。横に行ってるから多分こう戻してなんとかとかあるんでしょう、多分どうせ。ああ、いけたね、これいけるね。で、あれのあと最後何するんだろう。なんか芋いきなり伸びた。これまたもうちょいあるでしょ。あれのあとなんか決めるもんが、あ、もしかしてこれが入るのかな。もう一回これやって終わりますか。あ、ちょっと待ってよ。
あ、さすがに入らないか。さすがに入らないみたいな。まあまあ僕は60ぐらいだったら十分かな。パンチさばきにちょっと結構ダメージが持っていけるようになったという調整でしたね。で、次があれか、6LP の後の水面のダメージを増やしました。でもそれよりもこれの後のコンボがなんか安定するようにしてほしいんですけど、これ決まった後のコンボむっちゃ安定しない。これ何が正解なんですか。これの中スマ拾いがビリは入るのかな。まあこれのとりあえずダメージが増えたと。もう一個の方こっちから行くルートのやつ、まあこれも増えたということですね。水面自体のダメージは変わってないのかな。まあこれから行く水面のダメージが変わって、まあ狙っていきませんかという、まあこれも微妙な、なんかあってもなくてもいいような感じですね。まあちょっと違うんだろうか、2発目っていうだけで、ね、あ、でもこれって確かあれですよね、 6LP からの水面って初段カウンターヒットしたら確かあれでしょ、連続でしょね。ほらカウンターじゃなかったら、逆立ちしゃがみガードってやったときに確かね連続だったと思うんですよね。普通だったらあれだけど、うん、連続でね、連続だね。でこれの時のダメージがちょっと上がったんで、まあ、カウンターヒットに期待して出していこうっていうのはありますよということですね。まあでもこれはね10、20でしょ。だから千羽の方出しますわな、やっぱな。ちょっと微妙な、リーチがあるんか、リーチがあるから、あ、これ触り技としてはいいってことか。まあ、千羽リーチがマジでないもんな。なるほど、ということですね。まあダメージが上がったということです。でこれもまた微妙な、これもともと強い技ですけど、アスカバン少量少量、まあダメージが上がったということ、まあこれは歓迎ですので、もうこれは単純に強くなっただけ。それからこれシグなんだっけ、シグレツバメだったっけ、これ、これが発生が早くなったそうです。なんか一部ではこう、これもスチームで見られる、性能が上がって見られるようになったから早くしたという説もあるんですけど、まあ、実際どうでしょう、まあ、早くなった、まあこれ単純に強化ですね。どれぐらい意味がある強化かわかんないけど、で一番ねわかんないのはこれなんですよ。ライトゥー、ライトゥー、あ、岩戸じゃなくてこのライトゥーの方が硬直が2フレ減ったらしいんだけど、相変わらず狩りやすいは拾えないしな。なんかねこれも何かできるの、これあれで拾えるようになったから、ってこれ、あ、拾える、あ、そういうこと、これもともと拾えましたよこれ。いやちょっと難しいな、あ、ダメージ上がってる、73も出ましたっけ、ライトゥーで、あ、出たかな昔から。 QRK から 66RPLK でも拾えるじゃ拾えたのか。だからまあそれがより難易度が下がったということなのかな。一番はこの目玉、これかな、これ13で、もともと13でしたっけこれ。これいいよね。で壁よろけ誘発やられ、これがなんかいわゆるウォールクラッシュに対応したということなんでしょう。ちょっとステージを変えてガードいいよね。鉄拳のフリーフレームで分からんのがあるよ。ユーリ25なのに連続ヒットしない。相当相手がこう
ウォールクラッシュってのは一体何だろうな、マジで。相手はすごいこう動けない状態での、っていうことでしょうね。25フレー動けない間に2択を仕掛けようって、絶対的に2択状況を作るっていうのがこの技の趣旨なのかな。まあまあそういう感じでした。ちなみにアスカのこの全体的な、まあ一番大きかったのはこれですね。これがまず印象深いと。それとこの当て身のやつね、これがなんか面白そうっていうのと、最後これがウォールクラッシュに対応したっていう、そこですかね。あと地味にこれのダメージアップも大きいかもしれないなっていうところですかね。でアスカのまあヒュージバフ、あ、海外の人がですねどれぐらいの強化か弱体化かっていうのをまとめてるんですけど、それによるとアスカはもうかなり、まあ、強化ヒットバフですね、ヒュージバフということですね。まあ面白いなと思います。これよ、じゃあ強かった人たちを軒並み弱くするっていうのはどうなんかなと思いますけどね。なんかリドイとかファーカムラムとかかわいそうだなと思いますね。まあまあ、アスカのアップデートではこんなもんでした。じゃあシュラチャレンジやってきます。